次に小池晃君の質疑を行います、小池晃君日本共産党の小池晃です。あの昨日自民党は政治資金規正法の改正案を提案しましたけれども、企業団体献金の禁止もなければ、政策活動費の見直しもない、もうひとかけらの反省もない中身で,でそもそも真相解明に背を向けていて、まともな改革案を出せるわけないと思うんですね。で先ほどの議論を聞いていてても総理は 真相解明が引き続き必要だと言わないんですよ、言わないんですよ、しかしですね、真相解明が必要かどうかを判断するのは総理ではありません、国民ですよ、読売新聞の世論調査で、実態早く真相解明が引き続き必要だ、78%です、総理はこれでも真相解明は十分だと、もう必要ないとおっしゃるんですか、それとも引き続き真相解明必要だという立場ですか。 岸田文雄内閣総理大臣えっと、えー、少し前の答弁でお答えしたと思いますが基本的に真相解明の努力は続けなければならないと思っていますえー、これから後半も、えー、予定されていますえー、後半の行方等もしっかり注視しながら真相解明への努力は続けられるべきであると考えます小池君真相解明徹底的にやるべきなんですよ で具体的に聞いていいいてきたいと思います、まあ、先ほどからも議論ありますが、清和会が裏,裏金作り始めたときのキーマンは、これはやはり森元総理であるということは、注目の一致するところで、まあ、かつて参議院議員だった群馬の山本石田知事も、これは森派で始めたと、会長の了解なくできるわけがないとおっしゃった、で3月のこの委員会で私は総理に質問して、総理も関係者の中に森も元総理も入ると答弁をされました。 しかし電話をかけただけだと、まあ、先ほどの答弁にお答えにならなかったんですが、電話っていうのは何分間ぐらいだったんですか、岸田文雄内閣総理大臣。これも先ほどの答弁でお答えいたしましたが、あの今回の聞き取り調査は、えー、この聞き取りの実効性を高めるために、えー、この内容等を明らかにしない、これを前提にしております。 長さ、そして内容等について、えー、この具体的なやり取りを推測させるようなことについては、お答えは控えます小池君。電話の長さも言えない、同席者もいない、記録もない、こんなんだったら電話やったかどうかもわかんないじゃないですか、もう全くね、こんなの説明になってないですよ私ね、内容は明らかにできないというふうにね、繰り返すわけですよ。 内容は明らかにできないと繰り返しながら、森氏は関与していないということだけは明言するんですよ。おかしいじゃないですか。これ、結論ありきのね、口裏合わせじゃないですか、これはだ。だからね、そうじゃないって言うんだったらば、やり取りを明らかにしなきゃだめなんですよ。やり取りを明らかにしない限りは、この疑問は解明されないんです国民の疑問は解決しないんですよ岸田文雄内閣総理大臣。 ご指摘の追加の聞き取りは、自民党として政治責任を判断する上えで、必要とされるこの事柄について確認をするためのものでありました。先ほど申し上げたように、誰にこの聞き取りを行ったのか。 内容等については明らかにしない、えー、これを前提として、えー、聞き取り調査を行ったものでありますなぜならば聞き取り調査の実効性を高める観点からそのように対応をいたしましたしかしその中にあっても、えー、世の中の,この国民の皆さんの関心事等をこの考えましたときに森元総理には聞き取り調査を行ったということをあえて明らかにさせていただきました その中にあって、最大のこの関心事であります、えー、この長きにわたってのこの不、えー、記載について、森元総理が関わったかどうかという部分については、私自身の責任で、えー、関わっていないと、か関わる対応だような事実は確認されていないということについて、申し上げた次第であります小池君。もう全く説明になってないですこれ。全く説明になってないですよ。 これでね、国民に納得しろってやったら、誰も納得しないですよ。で関心人、国民の関心事に基づいて聞いたら、じゃあ、国民の関心事ってのは何だったんですか、国民の関心事は何だと伝えたんですか岸田文雄内閣総理大臣。あの森元総理が長きにわたっての,そのし、えー、収支報告書の不記載について、えー、この関わっていたかなるかつ、こ,れこういったあこの取り組みが、 いつから始まったか、こういったことについて関わっていないということを確認した次第であります小池君。結論だけ言ってね、中身は一切言わないと、これでは全く説明になってないと、国民は全く納得しないで、何より国民納得していないのは、岸田首相自身が処分されていないことです先ほどからね、個人の不記載がなかったから処分されなかったんだとおっしゃるが、岸田派の会長だったわけですよ、10年やってたわけですよ。 で元会計責任者20年間、ね、宏池会の会計責任者、務めてきた。この方は政治資金規正法違反で略式起訴されている。総理は10年以上、岸田派の会長を務めてきた。立憲された記載、3095万円ですよ。これね、事務的ミスの積み重ねで3000万円なんてのはありえないですよ。で、何よりも総理は自民党の最高責任者である総裁です。主要派閥ぐるみの裏金作りに、 特別の責任があるわけですその総理に何の処分もなしで、国民が納得できるわけがないと思いますが、いかがですか岸田文雄内閣総理大臣。あの私のかかった派閥の、まあ、不記載につきましては、従来から申し上げておるように、えー、誰の紹介のこの、えー、パーティー権かわからない分について保留しているという、不十分な、まあ、会計、知識に基づいて、 処理が行われたあるいは、えー、この残高の転機、まあ、ミス等、えー、こうした事務の揃ロに基づくものであると申し上げてきましたよって、えー、内容についても、えー、他の、まあ、派閥の案件これは後半請求となっていますがあーこのー高知政策研究会については略式命令という形になっているわけですがこれに対して 派閥として責任を感じなければならないということで、率先して派閥を解散した上えで、そして派閥についても政治と金からこの引き離す、こういった取り組みを進めた次第であります。併せて個人の収支報告についても、先ほど来ご指摘があるとおりであります。まあ、こういったことから、この処分の対象にならなかったわけでありますが、 えー、自民党の総裁としての責任は免れない、それはその通りであります、それは重く受け止めた,止めた上えで、道半ばである政治の信頼回復に、えー、責任を持って取り組んでいくことで責任を果たしていきたいと申し上げている次第であります小池君、岸田派のは自分的ミスで、他の派閥は悪質だって、他の派閥の人だって納得しないんじゃないですかこれね、本当に自分勝手な言い訳だと思いますよ。それでね いいろろとおっしゃるけど総理はいつから岸田派の不記載を認識されていたんですか岸田文雄内閣総理大臣え。不記載については、えー、と確か去年のお暮れ近くになって、えー、その不記載についてのお指摘ほど、えー、に、えー、出たと記憶しております。そ、えー、その時点で、えー、そういった あの事実確認が行われている、そういったやり取りが行われている、まあ、こういったことを報告を受けたと記憶しておりま10年間、派閥会長を務めていて、先ほどおっしゃいましたよね、単なる事務的ミスじゃなくて、誰のか分からないものは全部不記載の扱いにしてたって、そういうことをやってきたわけですよ、意図的なことやってるんですよ、事務処理として、それ知らなかったわけですから、非常に無責任だと思いますね、その問題もね。 で総理は検察の捜査で刑事責任を認められなかった場合でも、政治責任を明らかにするために処分を行ったというふうにおっしゃったんですよ。ね、ということはですよ、総理自身は処分が必要ないということは、これは総理には政治責任がないということになるじゃないですか、そういうことになりますよ、こういう議論で言ったら、違うんですか。岸田文雄内閣総理大臣、えー、処分の えー、内容については先ほど申し上げたとおりでありますがあの、党の規約、組織に基づいて、えー、処分を判断した外部,の責、えー、外部の関係者も含めた党紀委員会等を,を通じて判断をしたわけでありますが、そうであっても総裁としての責任は免れないと申し上げております。だからこそ この,えー、この道半ばである政治の信頼回復に努めなければならない、このように申し上げております小池君処分を受けない理由には全くなってないと思いますよ。普通は最高責任者がまず処分を受けるんですよ。世の中、そういうもんですよ。結局、あなたやってることはトカゲの尻尾を切って、自ら延命を図ろうとしてるだけじゃないかと、いうふうに言わざるを得ない対応だと。 具体的に聞きますが、あのこの間、国会でも指摘したけれども、総理の資金管理団体の収入は大半をパーティーに依存しています。5年間平均で94%、2022年は98%がパーティー収入です。で突出してるんですね。で2020年に開催された高知会と語る会のパーティー収入、これ、訂正で896万円増額されています。収入はは増えたけれども支払い者の数は 当初の二千二百十八人のままで、我が党の岸岡哲也議員が一月の衆議院予算委員会でこの点をしましたが、精査を続けていると、二か月以上経ちましたが、どうなりましたか北文雄内閣総理大臣。大臣えと今のご質問、えー、と前半は私の政治資金パーティーについて、そして今のご指摘は、えー、派閥の政治資金パーティーについてであります。 でそのその講師会の政治金パーティーということについては、あの先ほども申し上げたように不十分なまあ会計知識に基づいて不記載が生じてしまったまあこういったことであります。そしてその訂正を行った結果、政治資金パーティーの収入額が令和2年にあっては。 万円増加ししたものであると承知していますそして、指摘の人数については、これはあの、えー、令和2年の,あの数字でありますので、えー、資料等の確認に、えー、時間がかかっています、精査を続けている、こういったことであります小池君、2か月以上経ってんですよ結局ね、真相解明なんてやる気がないから、こうなってるんですよ。 で、ね、これ虚偽記載が継続していることになるんですよ。違法状態なんですよ。これ今違法状態のままでいいですか。違法状態ですよ。岸田文雄内閣総理大臣。えー、精査を続けております。確認したあ段階で罰停止を行います。小池君。違法状態を放置してるんですよ。総理が。さらにですね、三月六日の党委員会で山添拓議員が。 昨年12月の総理が予定されていたパーティーについて、パーティー券何枚売って、売り上げ総額はいくらかと質問しました、総理はこれも整理、集計していると、これ、一月つ半以上経ちます、整理終わりましたか岸田文雄内閣総理大臣。えー、販売枚数は約1600枚、えー、販売総額約3200万円前後。 こうこうした報告を受けております。小池君、約ってもうちょっときちんとね正確な数字で精査したんでしょ？う精査したのに今みたいな。でねこのパーティー献代金は返金したんですか？岸田文雄内閣総理大臣、えー、希望に沿って返金を始めております。小池君、届出で見ても返金の届出が出てませんが。 訂正が必要ですよね。返金したら届出が必要ですよね。そういう届出は出てないと思いますが、あれと今年の、えー、と作業でありますので、これは来来年の、えー、来年の報告になると思います。はい。いやいや、今年一年間の収支は来年の報告になると承知をしています。小池君。 これもまだ戻しつつあるということで、ね、きちんと報告はされてない、でね、あの先ほどのパーティー券の問題についてもです、ね、調べればすぐ報告できることがね、やっぱりいまだにこう明らかになってないことがあるわけですよねで、私はね、説明責任だって果たされてないじゃないか、ましてや政治責任は全く果たされてないというのが今の現状だというふうに言わざるを得ないというふうに思うんです。 それから政党から政治家に渡されて、領収書なしで使い放題の政策活動費、これも大問題だというふうに言わなければいけないと思います。で総理はです、ね、国会の答弁で、政策活動費は自民党が役職に応じて出していると、役職に応じてというふうにおっしゃったんですね。で総理は政調会長をやられてました、政調会長のときには、これ政策活動費はいくら出されてたんでしょうか岸田文雄内閣総理大臣。 現在公開されている政治資金収支報告書の範囲でお答えすれば、政調会長であった令和2年当時は、私も950万円、受領しております、なお、令和3年、4年は受領しておりません小池君。あの二階俊博氏にはです、ね、幹事長時代の5年間に、まあ、約47億7000万円、 5年間でね、47億7千万円政策活動費が支払われたっていうんですね、まあ、ちなみに私、7年間、職局長やってますが、幹事長、職局長やってますが、まあ、一円もないですよ、共産党には政策活動費はありません、こんなのは必要ないんですよで、総理はね、政策活動費については、政治活動の自由との関係で明らかにしていないというふうにおっしゃるんだけど、 まともな政策活動であれば、例えば広報活動にしても、宣伝にしてもですね、あるいは人権費等にしてもね、これ、表に出せるじゃないですかで。政策活動などと言いながら、これ結局、使い道はを明らかにできないお金ですよ。でこれが、まああの、二階さんの場合は、50億円近く出ていると。これ、使い道を明らかにできないということは、表にできないようなやましい政治活動をやってるというふうに言われても仕方がないんじゃないですか。 こういうものを続けるんですか岸田文雄内閣総理大臣あの政策活動費については、これはもう再三申し上げておりますように、えー、統制の拡大、政策の立案、そして調査研究に使う、それ,、えー、それらを役職に応じて支給する、内規、慣行によって支給する、えー、こういったことになっています。えー、そして 政治,の政治活動の自由との関係で公にしないということについてですが、これについても個人のプライバシーですとか企業の営業秘密、こうしたこと、さらには政党の戦略的なこの取り組みについて他の政治勢力に対して、あるいは外国の勢力に対して、 把握されることにつながってしまうまあ、こういったことから政治活動の自由に関わるということを申し上げておりますいずれにせよこれは各党共通の法律に基づいてルールが定められています、えー、これについて明らかにするということであるならば今申し上げた点等にもこの、えー、配慮しながらあーこのー国会において、えー、議論を行うべき課題であると考えております小池君 党勢拡大と政策活動でしょう、大半は明らかにできるお金じゃないですか、党の収支報告で出せるお金じゃないですか、で私たちはそういうふうにやってますよ、なんで50億円も、5年間で50億円近くも、そんなお金が必要なんですか、これは表に言えない、とってもやましいことやってると、そうでないというんであれば、こんなものは全部明らかにするというのは当然じゃないですか。 で国民から見ればです、ね、これは結局、もうつかみ金ですよ、中身を明らかにしなくてもいい、もう雑所得だったら大量に課税されるようなお金ですよ、それが政党から政治家に流される、こういうことを放置しておいて、今の国民の政治に対する不信感、解消すると思いますか、せめてこういうものはやめると、制度として見直す、見直すことすら書いてないんですよ、自民党の提案には。 ここんなととで納得が得がられると思いますか今日自民党以外はみんな政策活動費は見直していってるんですよ。みんな一致してますよ。自民党が運といえば済む話なんですよ。自民党だけが特別ないかがわしい活動をやってると思われても仕方がないですよ。見直しましょうよ、これ。岸田文雄内閣総理大臣。あの先ほど、えー、先ほど来出ております、えー、自民党で取りまとめた。 政治資金に関するこの改革の方向性の中にあっても、ご指摘の政策活動費、政党の収支というその枠組みの中で議論をしていく、これは明らかにしております。政策活動費についてもどうあるべきか、これを議論をする、これを決して避けているわけではありません。しかしかながら政策活動費 これは各党において、名目等も様々でありますし、えー、使い方も様々でありますが、基本的に先ほど申し上げました、個人のプライバシーや、えー、この企業の営業秘密や、そして党としての基本的な方針、外部の政治勢力や外国勢力に把握されることにつながることから、この政策活動費の使途については、 明らかにすること、慎重でなければならないと申し上げてきたところでありますが、それも踏まえた上で議論を行うこと、これを決して避けているものではありません小池君、議論をすると言いながら、その明らかにするということは拒否するじゃないですか、これじゃねえ、いくらたやっても議論にならないんですよ、問題は使徒なんですよ、これは、出の問題ですから、何に使ってるのかということを明らかにすべきだということで議論しているんだから。 その人は明らかにできないという前提だったら議論にならないんですよ。全くね、後ろ向きだと言わざるをえないで。そもそもこの巨額の企業献金、パーティー献収入見返り一体何か、2022年度の法人税減税は約2兆3000億円です。中でも最大が研究開発減税、総額7636億円、資本金100億円を超える企業が65%を占める、これ、文字通り大企業減税であります。財務大臣 研究開発減税2022年度、減税額多い上位10社、これ、企業名、伏せられてますが、減税額トップの企業の減税額は約802億円ですが、これ、自動車ですよね鈴木俊一財務大臣。えー、令和4年度、まあ、2022年度でありますが、あえー、租税特別措置の適用実態調査において、えー、研究開発税制による減,額減税額が最も多い企業について、 企業名は伏せた上ででその減税額が億円である旨を示しておりますあのこの調査の根拠となっておりますのがあの、所得透明化法で、この立法時におきまして、この調査は、租税特別措置の利用状況を明らかにして、政策の企画立案に役立てていくことを目的とするものであり、 個別企業名までも公表する必要はないと、当時の政権の国会答弁において、そういう整理がなされたことから、この調査においては、個別の企業名は公表しておりません小池君。いいですか、一社で減税額の1割以上示すてでこんな企業はトヨタ自動車以業ありえないですよ。莫大な減税をしながらね、その企業名すら明らかにしない総理、こんなことを続けていいんですか。岸田組を内閣総理大臣 あの例えば財務大臣から答弁がありましたように、所得透明化法に基づく取り組み、これは個別の企業名まで公表する必要はないということで明らかにしておりません。一般論として、国による個別企業の納税情報の公表については、価格交渉への影響といった競争上の不利益、これ、生じることも十分考えられます。 えー、それを上回る公益上の必要性があるかどうか、これを見極める必要があると認識をしております小池君。一般論じゃないですよ、こういう突出した大減税を受けているところまでね、明らかにしないで、これでいいのかって言ってるんです、10年間の研究開発減税額累計6兆3000億円、この10年間トップを続けているのがトヨタ自動車、8700億円ですで。一方で安倍政権以来10年間の企業献金 個別企業ではトヨタは常にトップです、2013年から22年まで6億1520万円、結局、これは研究開発現実は企業献金の見返りじゃないかと、キックバックだと言われても仕方がない、しかもですね、10年間の献金6億1520万円に対して、減税額8700億円ですから、1400倍以上のキックバックですよ。しかもね、自民党の懐に入るお金でしょう、う出てくるのは国民の決税でしょう。う 極めて悪質じゃないですかこんな企業団体献金は禁止をしなきゃいけない、そのことを強く申し上げて、質問を終わります。